秩父鉄道100系電車は、秩父鉄道に在籍していた通勤型電車である。1950年から1954年に、主に木造車の交代化改造車として、日本車両製造東京支店で製造された。最大時、レハ100型で、ハ101から113、区波60系、区波61から67、区波220系、区波221から30、区波湯30系、 クハユ31の31両が在籍したが、1988年までに全車両が廃車になった。太平洋戦争終戦後、秩父鉄道の保有電車は電化当初の1922年から1925年にかけて製造されたデファ10系統や国鉄払い下げ電車で占められており、ほとんどが木造車で老朽化が著しかったことから、 体質改善という総力増強を目的に、統一仕様での更新を図ったものである。車歴上では、区波61から64、区波二2 5から28が心臓、で波101.102が、国有鉄道の木造客車の改造である他は、同社の木造電車等の改造扱いとなっている。ただし、実際には当初、日車側の手持ち部品で、あらかじめ車体を、 申請しておき、主車が同社に送り込まれると代わりに発送された。その後は、その車体を使って次の車両を更新、次の種車が持ち込まれると再び発送するということが繰り返された。したがって、車歴上の種車の大枠などが流用されているとは限らない。また、更新の 主なベースとなった自社発注の木造電動車グループについては、更新開始前の1949年から、電装品の老朽化対策や更新後の性能確保を考慮して、秩父鉄道車内での危機乾燥対策が進められていた。この措置には、熊谷駅で接続する国鉄高崎線の直流 1500V 電化に合わせ、従前 1200V 電化であった秩父鉄道線も、 同等の 1500V 昇圧を測ったという背景があった。木造車の旧型台車と低出力手電動機は、順次ケース -33E などの新型台車と、強力な三菱メガバイト1 4 6系手、電動機に換装する工事が施され、空気圧縮機もやはり早くから、ウエスティングハウスの設計に基づく三菱製 DH-25 に、新請交換されている。 秩父鉄道線の昭圧は、電装品乾燥が完了し、高代化が進行中の1952年2月に行われた。いずれも車体は17メートル級の半高性で、ウィンドウシル、ヘッダー付け。客室の座席配置はロングシートである。客用扉には一段のステップが付けられていた。運転台は中央にある。全体のスタイリングは、 日本車両が1948年から心臓及び、木造車高体化で製造していた長野電鉄も、破線系、も破線500型と類似する。全長は改造、心臓を問わず 17,630mm に統一されているが、初代区派に29のみ 17,700mm と、わずかに大きい。このうち、デハ100型は、両運転台の電動客車で、 窓配置は C3D4D7D4D D D D。これに対し、区ハ60型はカッター運転台の制御客車で、窓配置は C3D2D4D4D3 D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  と、客用扉の数が両者で異なっていた。区ハ220型はカッター運転台の荷物合わせ作り制御客車。区ハ U30 型は同郵便号作り制御客車。 窓配置はどちらも C3DB に 3D6D3 で、太い窓柱より、運転席側が荷物室もしくは郵便室である。なお、制御車の運転台はいずれも身袋側に存在する。電動車の転送品は、制御機は三菱電機製の HL 式で、木造車時代からの方式を踏襲した。主電動機は、メガバイトマイナス 146CF4 である。 台車は、デハ100が、木並 K16 もしくは住友 KS-33E。その他は、ブリル 27MCB-2、TR-10,TR-11 のいずれかであった。電動車であるデハ100には、許容荷重の大きい K16 や KS-33E を当て、軽量な制御車には、木造車流用で、荷重上限が限られるブリルや TR-10, 11を当てて使い分けている。デハ107の KS-33E 会車更新完成後は長年にわたり、秩父鉄道の主力車を務め、主電動機の強トルクと比較的低速での運転環境を生かした 1M2T、2M3T の低電動車被編成も組んで運用された。1962年に、客用扉のステップが撤去された。 続いて1963年から1966年にかけて更新工事が実施された。デハ100型は身口向き運転台を撤去の上で貫通扉を設置。制御車は熊谷型の連結面に貫通扉が設置され固定編成となった。また運転室は奥行きが拡張され、前面窓も中央の窓が大きい h ム指示方式となった。 このほか、客用扉の自動化、機器の車両間分散配置、密着自動連結機への交換などが実施されている。なお、区波229と、この時期に事故を起こした区六62は、更新工事の対象から外れ、それぞれ1966年と1973年に、廃車された。また区ハ60系のうち3両は更新と同時に、付随車に改造され、 番号はそのままに、左派60型に解消された。結果2両編成10本、3両編成3本となった。その後、郵便輸送の廃止により、区派湯31は1973年に区派に20型に編入され、区派に29となった。また、制御車は台車を1963年に、住友 FS41 に変更している。残った車両は、 800系及び1000系の入線により、1980年から1988年にかけて廃車になった。1988年にはさよなら運転が行われ、最後の花道を飾った。デハ107特派に29が、三部口駅構内の鉄道車両公園に保存された。外観は2006年に再塗装されたが、車内は荒らされ、運転台の部品はほとんど残っていない。 またデハ107の車内には資料などが展示されていたが、こちらも盗難、破損が目立っていた。同年夏頃までは車内も見学できたが、このようなことがあってか再塗装後は中止されている。結局2両とも2019年の公園リニューアルに採取して解体されることになった。この結果、最終的に木造車体が4両分、日車東京支店工場に残った。 これは、三菱電機の手により、心臓扱いで整備され、同社が建設を一括で受け負っていた広崎、電気鉄道に売却された。また、出社では、唯一の反抗性車両である、区波21についても、旧車体は流用されずに、広南鉄道に売却され、同社も、波2230となっている。秩父鉄道、三部口駅の鉄道車両公園から、 保存車両を撤去へ。鉄道コム。https コロンスラッシュスラッシュ www.tetsudo.com スラッシュニューススラッシュ2080スラッシュ2019年5月25日閲覧。ありがとうございます。